結婚式？うん。今日かなめちゃんが言ってたんだけどね。ふーん。あら、旦那様が作ったこのきんぴら美味しい。ほんと？ありがとう。司ちゃん、結婚式したいと思ってる？ああ、そうね。結婚式か。全くやりたくないわね。そうなんだ。結婚式って親族や友人らが何十人も集まるのよ。披露宴ともなればケーキ入刀だのスピーチだの、挙句の果てには人前でキスさせられちゃう始末。しかもあんなウェディングドレスなんていうド派手な衣装をまとってさ、そんなの恥ずかしいじゃない。なるほど、それはぜひやりたくなるね。え、私の話聞いてた？はい、司ちゃんにはぜひド派手なウェディングドレスを着てもらおうかと。いやいや、だからそれが恥ずかしいのよ。まあでも思い立ったが吉日ということで、来週どっか空いてる時にでも結婚式をあげよう。はい？ん？あれ？僕今何かやっちゃった？異世界転生した主人公が言いそうなセリフね、旦那様。あれ？あー、なるほどなるほど。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。旦那様にはクンフーが足りてないよね。どういうこと？つまり結婚式が何か分かっていないってことよ。え？そう？そうよ。じゃあ例えば第1問、結婚式はどうやってあげるでしょうか。頭のいい旦那様は分かりやすく小芝居を交えてお答えください。3、2、1、どうぞ。小芝居？まずは式場に電話して、もしもし式場ですか？結婚式をしたいんですけど、空いてる日を教えてもらえませんか？はいはい、なるほど、金曜日が空いてる。では金曜日の夕方2名で。天の御会の予約か！